スを測ります。はい、はい、はい、じゃあ行きましょう。大きな怪我もなく、しっかり練習できて調子はすごくいいです。ちなみにこの間の記者会見では、はい、短冊、あの七夕にちなんで短冊には優勝と、はい、言いましたけれども、はい、今回のグランプリどのような思いで臨まれますか？そうですね、なかなかこうトーナメントって経験できるものじゃないので、しっかり楽しみながら一戦一戦勝ってしっかり優勝目指していきたいなっていう気持ちです。初戦の相手がジェシカ・アギラー選手、堀氏もおっしゃったように11年越しのという相手だったんですが、うん、今回対策であったりとか、はい、試合こういう運びっていうのは言える範囲で何かございますか？そうですね、まあ、対策というよりはやっぱりこう自分の不得意なところを今練習してて、そこをしっかり詰めることによってしっかりこう勝てる試合をしようっていう感じなんで、まあ、ジェシカ選手は2年ぐらい試合してないのかな、あんまりこう新しい映像がないんですけど、しっかり自分の得意なところで戦えれば、まあ、勝機は見えてくるかなと思います。はい、ありがとうございます。それではマスコミの方からご質問ございますか？じゃあ、はい、リカルランドと申します。よろしくお願いします。あの改めてなんですけど、まあ、会見でもおっしゃってましたけど、その対戦相手 その、まあ、対戦するっていう意味での印象を気をつけてポイントってどうなったんですか？本当に一言で言うとすごく強い選手だと思ってますし、本当にこう決勝のつもりでこう戦わないと本当に勝てない選手だと思ってます。特に警戒してる点ってどうなんですか？そうですね、決めも強いし打撃もすごくうまいんですけど、まあ、私の中ではこうボクシング技術が長けてるイメージがあって、しっかりこうその打ち合いの中でも負けないようにっていうのは思ってます。ちなみに先ほどの、まあ、過去のやつも研究されたとおっしゃってましたけど、まあ、言える範囲でどのあたりに試合を構築し、そうですね、あの実際あまり見てなくて、あ、そうです、あのこうセコンドについてくれる先生だったりとかが見て、あの研究してこう対策を立ててくれてるって感じですか？そのあたりっていうのは、いつもそれは、自分はあまりこう対戦相手を見ずに、セコンドだったり、サポートしてくれる人に、まあ、見てもらって、そこで対策を立ててるっていうのがあるんですね。そうですね、もうずっと私、対策っていうのはあんまり立てないタイプだったんですけど、まあ、前回、伊沢選手に負けてからはこう、自分ではあんまり見てないですけど、それこそ、対策っていうのは、前回からしっかり立ててもらってるって感じです。先ほどその対戦相手のアギア選手が、まあ、2年ぶりということでおっしゃってましたけど、この辺りっていうのはご自身のアドバンテージになると思いますか？どういうふうにこう生活してきたかっていうのは分からないので、ジェシカ選手はそこはあんまりこうアドバンテージには捉えてないですね。しっかりこう油断せずに、もう本当に強い選手なんで、そこは油断せずにしっかり戦いたいと思ってます。むしろその川崎選手の方がその直近の試合の映像であるわけじゃないですか、はい、ここにとっては逆にそれがこうアドバンテージというのが有利に働くかなと思ったりはしますか？そうですね、それもはありますし、そうですね、
しっかり研究してきてると思うんで、あっちも、はい、はい、それはすごいあります。もしかしたらその裏を書くといいますか、うん、そういった戦術というか戦い方も今回はちょっと意識はされています。いろんなことを今練習してって、できなかったこともいろいろできるようになってるんで、まあ、過去の映像はあんまりこう、なんて言うんだろう、参考になら、まあ、参考にはなると思うんですけど、まあ、違うことも出していこうかなとは思ってます。その前回その敗戦があった上で、まあ、今回また仕切り直していいですか、スタートの中で、ね、その自身、その前回の戦敗戦を踏まえた上で、逆にここの部分を伸ばしたとか、そういったところってありますか？はい、苦手な形が結構多かったんですけど、そこをこう広島に練習に行って、佐々木さんだったり藤井さんだったりとかに詰めて教えてもらって、少しこう苦手意識はなくなってきてる点は何個かあります。じゃあ今回広島の方なんで、藤井さんの方で、はい、先月末と先々月の末、2ヶ月連続で、まあ、短かったんですけど、4日、5日ぐらいで練習はさせてもらってました。手応えありますか？はい、ありましたし、あ、本当に何もできないんだなっていうのを思いましたね、改めて。それは藤井さんとこうやられてってことですか？そうですね、藤井さんと、まあ、そうです、佐々木さんにいろいろ教えてもらって、わからないことだらけだったんだなっていうふうにすごい改めて思いました。僕にはその学びの中でまだ自分には後ろがあるというような気持ちになったんですか？その点では本当に後ろしかないと思います。はい、あとすいません、最後の質問なんですけど、会見の時にフィニッシュで決めたいとおっしゃってましたけど、今時点でどれぐらいこうちょっと何パターンかというか、こんな感じで決めようとかイメージしてるんですか？そうですね、まあ、得意な形に持っていければ決めれると思うし、まあ、何個か得意なパターンはあるので、そこに持っていければフィニッシュもできるかなとは思いますね。やっぱ組んでみないと相手の力は分かんないですけど、はい、まあ、決めて勝ちたいなっていうのはあります。取りましょう。ありがとうございます。MC 東京スポーツの岡中と申します。お願いします。昨年の12月と今年の4月と初めての連敗となったと思うんですけど、はい、その連敗を、その後に練習方法を何か変えたりとか、まあ、しましたか？しました。スパーリングは結構こう今までなんとなくというかやってたのをしっかりこう試合を想定して練習できるようになったかなっていうのはあります。それで何か今回につながっているが、つながってくるんじゃないかというか。そうですね、はい、その分やっぱりこう試合に近い練習できている方がやっぱりこうその場面になった時に力を発揮しやすいんで、そこはもう前回とは違うところかなと思います。トーナメントが進んでいくと、また選手と対戦することがあると思うんですけど、はい、その時に向けて何か考えられているかというか、練習されているかというか。伊沢さんへの対策っていうのは今はあんまりしてなくて、まあ、やっぱりジェシカ選手に勝たないとやっぱ次もないんで、しっかりジェシカ対策練習してます。インスタグラム、ツイッターでペットの写真を上げられていると思うんですけれども、はい、そういった息抜きは結構ペットと触れ合ったりして息抜きされたり。そうですね、もう休みとかはもう犬とお出かけばっかりしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあ、はい。今回その対戦相手の平選手の UFC でも戦っていたということもあって、その海外のかなりがこの間違いの前に報道があるんですよ、そのあたりその日本を代表するとかいう気概というんですか、そういう環境がそういうふうになっている中で何か見せたいものとかありますか？日本を代表するっていう気持ちはもう今聞くまで全くなかったんですけど、まあ、反響があるっていうのは本当に嬉しいことですし、まあ、ありがたいと思いますけど、そうですね、そか、特にそこを意識してっていうのはないですね。やっぱりこう決めようとすれば、おのずと見せれる試合になると思うんで、そ
こはしっかり見せていきたいなと思います。では、ライブに寄せられているご質問をお願いします。インスタライブに来ているコメント一つだけ、はい、あの先日 の, あの会見の際に来てたあの布団の緑色のジャケットについて、はい、SNS 上では結構話題になってるしてるんですけど、はいはい、その後もプライベートで着てますかっていう、ちょっとあの季節は季節なんであのプライベートではまだ着てないですけど、もうちょっと涼しくなったらプライベートでガンガン着ようかなと思います。ありがとうございます。以上です。それでは最後に応援してくださっているファンの皆様に、はい、はい、お願いいたします。はい、試合まであと2週間ちょっとなんですけど、しっかり調整して、いいパフォーマンス出せるように頑張ります。ぜひ会場で応援よろしくお願いします。はい、はい、OK です。